いやー、遅めの梅雨がやってきたな最近雨の日が増えてきたけども、そろそろ夏の具体的なコーデも気になるところだな大人に似合うような鉄板コーデ3パターンぐらいあるとまずはいいかなと思うんだけども、このあたりバシッとわかりやすく教えてくれる人いないかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人の夏の鉄板コーデ参戦というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。今年は梅雨に入る時期がですね、結構遅かったので、このまま夏に突入するのかなと思いきや、 今日もですね、雨降ってるんですね。まあ、こういった梅雨になるとですね、夏の季節のことを忘れてしまいがちなんですが、もうすぐでですね、本格的な夏も迎えてるかなと思うので、今回の動画では、夏にですね、ぜひ押さえていただきたい大人の鉄板コーデを3つご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、夏の着こなしってどうしても単調になりがちなんですね。暑いので、思考がですね、ちょっと停止してしまって、T シャツ、短パン、サンダルでいいやと思う方も結構少なくないかなと思うんですね。まあ、僕自身もそういうところがあるので、本格的な夏を ええる前に具体的ななコーーデを3パターンぐらいでですすね考えておくとすごくととご便利かなと思うので今回はトップスをそれぞれ変えながらですね、ガラリと雰囲気を変えたコーディネートをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですね。単調になりがちだけども、バリエーションを出せるようにちゃんとですね、考えてありますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、こっからはですね、具体的に夏の鉄板コーデを皆さんにですね、三つご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、僕も好きなですね、半袖シャツを使った着こなしから皆さんに解説をしたいなと思います。夏の着こなしの中でも、今日はちょっとおしゃれをしたいなという時には、半袖短パンではなくて、ちょっとですね、小綺麗に見えるような半袖シャツですね、こういったものを着ると便利かなと思うんですね。まあ、長袖に比べれば明らかに涼しげではあるんですが、襟がついているので、適度な綺麗感も漂うので、大人世代で あれば1枚は持っておきたいいのが半袖シャツかなと思います僕が今着てるのはですね、ビューティーユースのシルキータッチキャンプカラーシャツということで、これがですね、今季なかなかいいカラーだったので、実際に購入をしてみました。色はですね、ライトブルーみたいな感じですかね。これがですね、夏らしくて清涼感があって、なかなか雰囲気いいんじゃないのかなと思います。まあ、最近の半袖シャツというのはタイトだったり、ジャストサイズではなくて、少しゆとりを持たせたものが多いんですが、まあ、こちらもまさにそういった仕様になってまして、まずは袖丈ですね。ちょっと ちょっと長めの設計になっています。腕の関節よりちょっと長めになっていて、袖幅もややゆとりがあるんですね。この辺りに今っぽさがちゃんと出てるかなと思います。まあ、全体のサイズ感もですね、こちらちょっとゆるさがありまして、肩のラインですね、この辺りに落ちてますし、身幅もゆとりがあるので、これぐらいのリラックス感があるのも、まあ、夏っぽくてちょうどいいんじゃないのかなと思います。ちなみに僕は身長 164cm、53kg と小柄な体型なんですけども、こちらは M サイズをですね、実際に着用しています。この下にはですね、 白 T ををちょっととだだけけけ覗かかせせてていいいいるるんですすがが、まあ、第一ボタンン開けて少しだけ見せるようなな感じが、まあ、バランスいいかなと思いますこのシャツなんですが、キャンプカラーと呼ばれるもので、まあ、いわゆるこうオープンカラーシャツに近いような感じで、第1ボタン開けた時の広がりですね。この辺りが綺麗なんですけども、通常のオープンカラーシャツってこの襟がペタッと寝てることが多いんですが、割とこうふんわりとした見た目になっているので、まあなかなかですね、品があって、このキャンプカラーいいんじゃないのかなと思っています。で、ボトムスに関してはですね、今回はユニクロの感動 EG パンツとといううもののを合わせてみましたたこれ最近見つけけんんでですすどなななかなかの名作だなと思うんですね、まあ、感動パンツ自体はシルエットが綺麗なもので割と細めのものが多いんですがそれをですねアップデートした形で少しだけゆとりを出しているんですねタックワイドパンツほどのゆとりはないんだけども感動パンツとかに比べるとちょっとゆとりがあるんですねスマートアンクルパンツよりもちょっとゆとりあるぐらいでこれぐらいがですね大人世代にはちょうど使いやすい適度なワイド感かなと思うんですねで色はダークグレーで ウールライクな素材ということですごくですね質感もいいんですよ色もグレーの中でも深めなのでおじさんっぽく見えないしこれぐらいシャープな色であれば黒パン代わりに使ってもらうのもいいんじゃないのかなと思いますある意味でユニクロっぽくないなというようなちょっとこうゆるさのあるシルエットなんだけどもゆるすぎないというところがすごく使いやすいのでこれはうちのチャンネル見ていただいている皆さんにはぜひ1本は持っておいていただきたいような鉄板アイテムかなと思うんですね僕の大好きなグレーの感じですね明るいグレーって僕 あんまり履かないんですけどもこれぐらいのですねシャコールグレーぐらいのものは結構シャープで都会的に見えるのですごくバランスがいいかなと思いますで足元はですね夏っぽくグルカサンダルを履いてみましたもちろんですね白のレザースニーカーとかでも全然いいんですがやっぱり夏なのでちょっと季節感出したいなということで今回はグルカサンダルを合わせています僕もサンダルいろんなバリエーション持ってるんですが、まあ、どういった形で使い分けてるのかというとまあ、全体のバランスですね今回はちょっと半袖シャツを使ったような綺麗めな コーデなのでそれに対してスポーティーなサンダルを合わせてしまうとちょっと足元だけ浮いてしまうんですねなのでちょっとこのレザーサンダルという形で大人っぽい雰囲気で全体のバランスとなじませるような形で今回はこちらを選んでみましたまあ、手持ちのグルカサンダルでもいいですしちょっとグルカサンダルのデザインが苦手な方はビルケンシュトックのちょっとレザー系のサンダルなんかで合わせてもらっても全く問題がないのでまあ、代用していただきたいなと思いますまあ、このような形で大人の半袖シャツのコーディネートは一つあるとすごく便利なのでぜひ皆さん もですね、チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目の着こなしなんですが、今度はですね、1点、かなりカジュアルな着こなしを皆さんにご紹介できればなと思っています。まず上半身は T シャツですね。夏といったらやっぱり主役は T シャツなので、僕もいろんなものを持ってるんですが、これはですね、去年買って結構よく着たものなんですね。前から見るとですね、シンプルなブラックの T シャツになっていまして、このですね、胸元にサビニャクというですね、ちょっとした刺繍が入ってる程度でシンプルなんですね。まあ、ボックス型のちょっと緩めのシルエットで、 丈も長いんですがそんなにオーバーすぎないようなサイズ感ですごく気に入ってるんですが結構ですねこの T シャツの一番の売りというのはですね前ではなくて後ろなんですねこのプリントが個人的にすごく気に入ってですね去年かなり着ました意外と人から褒められる機会が多くてですね個人的にもちょっと驚いたんですがオランチーナの昔のポスターのですねプリントを落とし込んだような T シャツになってましてこれがですねちょっとこうゆるい雰囲気でなかなかバランスがいいなと思ったんですねプリントもくっきりと し、ね、しててああるといいうよりは少しかすれ感があっっ古着っぽい見え方なのでこのでこりもなかななかかバランスがいいなと思ってます今年もですね、継続してこれ着たいなと思ってますし、エディフィス今年もこの T シャツ作ってるんですが、今年バージョンは、この背中のプリントが前に来てるんですね。個人的には結構前はシンプルで、後ろがこのような緩いデザインっていうのはすごくバランスいいなと思っていたので、こちらをちょっと愛用したいなと思うんですが、上半身はブラックでちょっと引き締めた形の T シャツを着ています。で、ボトムスなんですが、上半身が重たい のでちょっとこの T シャツに対して黒パンとかグレーのパンツも合うんですけど、ちょっと視覚的には暑苦しく見えるので、今回はですね、ホワイトのデニムなんですが、ディティール的にはこういったベイカーパンツですね、こういったものを採用したものを履いています。これは僕のブランドで作っているオリジナルなんですけども、シルエットも程よくゆとりがあるので、ピタッとしすぎずに、夏場でもですね、涼しげなんですね。僕はもう白パン、こればっかり履いてるんですが、結構 使い勝手がいいようなデニムのボトムツになっていますで足元なんですけどもサンダル2足目ですね先ほどのグルカサンダルに比べるとかなりスポーティーな見た目になっているかなと思いますこれ最近買ったばっかりなんですけどもスイコクという日本のブランドのサンダルなんですけどもトゥモローランドが別注をがけた1足で結構ですね珍しいデザインだなと思っていますソールは結構厚めでですねボリューミーな雰囲気なんですねこのあたりは他とかもそうですし割とですね最近のスニーカーサンダルには多いんですがまあ、そういったシ 旬な雰囲気もありつつ色はオールブラックでシャープなんですがこのシルバーのパーツですねこのあたりがシャープでめちゃくちゃかっこいいなと思って即買いした一足なんですねちょっと今もう在庫がないかなとは思うんですがこのサンダルを合わせて上半身の T シャツと色を合わせるような形でコーディネートを組んでみました夏の T シャツスタイルは結構単調になりがちなんですね特に白 T 着て黒パンみたいなスタイルが結構多いかなと思うんですがそれをあえて逆にしてみるというのも一つの手で上半身に重たい 色ですねブラックだとかダークグレーだとかネイビーを持ってきてその代わりボトムスをホワイトで明るさを出すというのは結構意外性もあるしまとまりも良かったりするのでぜひ皆さんにもお勧めしたいコーディネートかなと思っていますまあ白パンも従来の細いものではなくてちょっとゆとりがあるぐらいが今の雰囲気にも合ってるかなと思うのでその点さえ注意していただければ結構ですね白系のパンツと黒 T とっていうのは相性のいい組み合わせになるかなと思いますあとはですね小物ですね結構夏はですねシンプルになりがちなので時計だとか サングルだとかこのあたりはもう基本装備で僕はつけてるんですがこういったものがより大事になってくるかなと思いますそれとですねこのメガネですね僕は結構外ではかけてることが多いんですが夏は日差しも強いのでうっすらとカラーレンズ入れたものをかけていますが、まあ、こういったものも顔前の一つのアクセントになるので、まあ、合わせてですね使っていただくとバランスがいいんじゃないのかなと思います、まあ、こんな形でですね T シャツのスタイルも白パンと合わせるとだいぶ意外性が出るかなと思うのでぜひトライしていただきたいなと思っています はい、続いてラスト3点目は、ちょっと外遊びを意識したようなコーディネートを作ってみましたが、いかがでしょうかまずはトップスなんですが、今回はですね、ポロシャツを選んでいます。ただですね、ポロシャツにしては結構スポーティーな印象かなと思うんですが、こちらは今季のアーバンリサーチのソロテックスを使った、ちょっとですね、テック感溢れるようなポロシャツになってるかなと思います。襟周りはポロシャツの雰囲気なんですけども、袖ちょっと長めで、身幅もゆったりということで、まあ、シャカシャカ T シャツの雰囲気、 雰囲気に近いようなですねそういった1枚に仕上がってるかなと思いますこれだったらポロシャツというですねちょっと小綺麗なアイテムでもスポーティーな感じに着てもですね割とバランスがいいかなと思うんですね、まあ、こちらをメインにして着ながらですね下に相変わらず白 T を少しだけ覗かせるようにしました、まあ、素肌を見せるような着こなしもちょっとさっきやってみたんですがちょっと相性良くなかったのでまぁ、あ、少し白 T とかボーダー t シャツを覗かせるぐらいが、まあ、バランスがいいんじゃないのかなと思いますでボトムスはですねやっぱり夏らしく短パンで今回も も合わせてみましたこちらも最近買ったばっかりのものなんですがグラミチとローワーケースのですねコラボレーションのですねボトムスになってましてちょっとゆとりがあるんですね裾幅が結構広めになっていまして丈もですね最近のグラミチよりもやや長めぐらいで膝ちょっと上ぐらいのバランスなのでまあ今っぽくてこういったショートパンツも使いやすいのかなと思いますまあ、ショートパンツを履くときには僕はなるべくブラックを選ぶようにしてるんですねどうしても年齢的にもですね42歳ということでそこまでカジュアル見えし すぎなないようにリビットな色だとかで、ははななくてててあえてブラックででシャープにままとととめた方が短パンいいいいかなということでこちらを合わせていますで足元なんですけども、まあ、スポーティーな見た目にしたいなということで、またサンダルなんですが、3足目はですね、これ動画の中でもちょこちょこと出してまして、今も在庫が本当にない状態なんですけども、他のホパラ2というモデルですね、まあ、スニーカーっぽい見た目になっているんですが、サイドから見るとちょっとメッシュで透け感があって、かかとの部分にも肌ぞくので、結構ですね、これがバランス良くて、 好きなんですねスポーティーなシューズではあるんですが結構ポロシャツのスタイルみたいな綺麗なアイテムと合わせてもそんなに違和感ないような結構大人っぽい雰囲気も持っているのでなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っていますで今回は外遊びを想定しているのでキャップですねまあ、僕はですね休みの日は髪の毛セットするのはめんどくさいのでキャップをかぶることが多いんですがまあ、今回はブラック系のキャップですねこれをかぶっていますそして相変わらずこのような小物をつけていただければまあ、ある程度退屈な感じには見えないかなと思うので こういった形でまととととめててみみましたた半袖短パンみたいななスタイルっっっ大人世代ががやるちちょっと子供っぽく見えがちかなと思うんですぁ、ね、まあ、そんな時にちょっと襟付きのポロシャツにしてみるだとか、あとは色数を絞るっていうのもすごくいいかなと思ってまして、モノトーンで組んでみると結構大人っぽくまとまるかなと思うんですね。今回は白、グレー、ブラックというですね、基本的にはもうモノトーンだけで配色しているので、あまり子供っぽく見えないかなと思うので、このような形のスタイリングも結構大人世代には似合いやすいかなと思います。僕も夏の外遊びの際には結構 このような着こなしをすることが多くてまあ、リアルなスタイルに近いかなと思ってますのでま良、あ、かったら皆さんも参考にしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の鉄板コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。トップスもですね、3パターンあると結構見せ方が変わるかなと思うんですね。反袖のシャツがあればちょっと小綺れな着こなしができますし、T シャツはちょっとスポーティーな着こなしですね。あとはポロシャツを使うことで、スポーティーなんだけども、ちょっと襟がついていることで、半袖シャツと T シャツの間ぐらいが取れるので、この3パターンは結構鉄板だなと思うんですね。あとはそれに合わせて、ボトムスのバリエーションですね。まあいつ ののオーソドックススななボトムスかからら白パパンンだとかあとあはは夏ならではの短パンで短すねこの辺りが使えると、だいぶですね、バリエーション出せるかなと思います。あとは足元ですね、サンダルみたいなものも使うことができるので、季節感をですね、簡単に出すこともできるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、今回の動画を一つの参考にしながら、手持ちのもので、ちょっとですね、再現してみたりだとか、カスタマイズしながらですね、夏のコーデ、存分に楽しんでいただければなと思っています。今年の夏もですね、結構暑い期間が長いかなと思うので、まあ、今回の動画だけじゃなく なな切り口ででまたたた別ののコーーディネートも皆さんにお届けしたいなと思っているのでよかってるからこれれからも楽ししみにしてていいただければなと思っていますこちらのチャンネルではこれからもですね、メンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中では、なかなかお伝えできないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube メンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をや やっていまして皆さんからいただいたご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやってるんですねこちらは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています僕自身もですね記事を書いてますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれ が好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらもですね。概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。